こんにちは新ししいシリーズが始まりまりあ億万長者合宿のリターンズから今度マトリックスに移行したわけですけどもそもそもですねこの億万長者合宿シリーズっていうのはエホバの商人というキーワードからここまで長く始まったんですよね。で億万長者合宿っていうのは実際に1泊2日の合宿を通じて億万長者を作っていこうというそういう風なね趣向で行われたんですけどもただ。 ただ参加するだけでは億万長者にはなりません。参加するために私は一つの課題を設けました。それは私のチャンネルであなたを紹介するからあなたの商品を用意しといてくださいねということだったんですよ。で、合宿に来た何名かの方は約束通り私のアカウントから放送をすることになりました。通常でしたらアクティブに動いている視聴者が7、8000人いるそのチャンネルで お金を出してもね、アクセスのために登場したいはずなんですよ。でしかも、私は毎日放送していて、毎日視聴者さんが来て、そこで商品が1億も2億も売れてるという、そういうふうなね、売れっ子のチャンネルであったはずなんですけども、そのチャンスを、重々と事前にお話したのに、残念ながら当日、商品をね、はっきりとした商品を持ってきてくださってる方はいませんでした。うん。その経験を糧にですね、 合宿から下山して、よし、こんな失敗は二度としないぞという形で、挑んできてくださればまだよかったんですよ。例えばね、久保さんあの時は商品用意しなかったんで棒に来りました。でも今は商品があります。広島に行っていいですか対談お願いします。いやー、そういうエネルギー待ってましたね。そういうエネルギーを出さなければ嘘ですよ。だってビジネスでお金を稼ぎたいわけじゃないですか。人生を変えたいわけじゃないですか。だとしたら、 少しでも可能性、チャンスがある方向に手を伸ばしていかなければ何も掴めないと思うんですよ。人生はバーチャルじゃないですからね。リアルに毎日動いてますから、本当に一躍の砂を掴むような気持ちで手を伸ばしてギュッと握り締めないといけない。そんなところだと思うんですよね。でも今回、もう3年前になりますけども、私の方から手を伸ばしたのに、その手を果たして参加者の方は握り返したんでしょうか。マトリックスアフィレート。ね。 そういうインチキな商品を売る人もいますけども、それはまあ置いといてですね。エホバの商人のご縁がですね、結んだ億万長者合宿ですよ。神の意識も働いているのに、なんということでしょうか。<laughs> まあ今ね、大げさになるかもしれませんけども、私とユシさんの関係は多分ね、このネットビジネスの業界の中では、神の領域にいると思いますよ。なぜなら、誰もついてこれないんですよ。 この億万長者合宿というやりとり、ただ見るだけでもついてこれないと思います。ね、全部で3000話以上あります。これからもどん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 積み重なっていて、1万話を目指すわけなんですよ。ただ、このやりとりも、私は吉谷さんが毎日のように量産する動画のたった一部でしかありません。だから億万長者合宿シリーズが3000話続こうが、5000話続こうが、1万話続こうがね、私や吉谷さんにとってみれば、それは片手間でやってるものなんですよ。 片手間ですよ。だって、プロじゃないですか。私も吉谷さんも。プロっていうのはどういうことかっていうとですね。片手間でもちゃんと売れる。片手間でもちゃんとしたクオリティが出せるっていうことだと思うんですよ。前回私ね、そばを食べてる動画をアップしました。これは3年前の動画なんですよ。たまたまハードディスク残っていたんで、もったいないなと思ってアップしました。でも、それをすることによって何が起きるかっていうと、アクセスが生じてコメントが入るわけですよ。 ダイレクトメッセージも来ます。メールでね。さあいかがでしょうか私ですらもう隅から隅までできることは何でもやってます。ね。プロ、神レベルでもやってるんですよ。ペイペイだったらもっともっとやらないと。ね。不思議なことにね、ネットビジネスに限らずビジネスって結果を出してる人ってやってるんですよ。結果を出してない人はやってないんですよ。少なくともやっている頻度が 結果が出ない人っていうのは少ないんですよね。で、プロの領域になると、むちゃくちゃやってるんですよ。以前、ゴッホの話しました。ね、そして、ピカソの話もしました。ピカソっていうのは、例の戦争と平和っていうね、まあ、ガッチャンガッチャンの絵が、教科書にも載ってるぐらい人気ですけども、有名ですけども、実はこのピカソ、パブロ・ピ,サピカソ、長い名前の人なんですけどもね、パブロ・ピカソと呼ばせてもらいますけども、この方は、総作品集、 一万数千点らしいですね天才は書いて書いて書きまくってそれでも納得いかなくてまだ書くその書きまくった一点一点が、まあ、最高峰なわけなんですね日本の生んだ漫画の神様手塚治虫さんこの方の単行本いくつ出てるんやって感じですよねすごいですね連載を週に十数本こなしていると 生涯に一本有名雑誌に連載を出すだけでも大変なのに、当たり前のように、週刊、月刊、また週刊、書き下ろし、単行本。その合間にアニメを作る、映画を見に行く。一体どうなってるんだというくらいね。今みたいに時間効率が良くない時代ですよ。交通網も発達してませんしね。インターネットも当然ありません。いちいち時間がかかる時代です。でも、恐ろしいぐらいの結果を出してます。資料も簡単に手に入りません。 ね、図鑑をたくさん買ってきて本棚に並べて何番目の何,何冊目に入ってるみたいなのもね暗記するぐらい何回も取り出して背景を書いたりしたんでしょう今はネットで検索すれば自分好みの背景は立ちどころに出てきますでも手塚治虫レベルの天才が出ないのは何でなんでしょうかテクノロジーが発達したのに何なんでしょうか、ね、インターネットビジネスの世界ネオヒルズっていうねなんかそんなグループがありましたよね バンバン売り上げ上げてました。じゃあ、今、この令和3年に、ネオヒルズ級のネットビジネスで当ててる人って、どっかいるんですかねテレビで取り上げられるぐらいの雑誌がバンバン出たりしますかねブームは去ったんでしょうかうん。確かにブームは去った。ね。ウゴごの竹の子のように、ネオヒルズだ、秒速だって言った人は消えていき、悪うがきでオプトインしたり、悪うがきでプロダクトロンチやったり、そういう人たちも一掃されました。ね。 もう片っ端からいなくなりました。でも、まだにやっているのは誰なんですかってことなんですよ。ここまでやってるってことは、結果が出続けてるんですよね。結果が出なければ、ここまでやらないですよ。バカバカしいですよ、それは。プラス、そこそこ余裕がないとできませんよね。だって、毎日動画を1本2本更新するのも、ほとんどの人ができないんですよ。じゃあ、プロはどのぐらいの更新にしてるんでしょうかそれは、最初からなんでしょうか途中からなんでしょうか はばかりながら私は吉谷さんは最初からこの勢いです。私はマージャンテンをやりながらもやってました。もう何もかもできないと思ってもコメントは入れてましたね。とにかく自分がどっかに、インターネット上のどっかにログを残して自分がいるということをね、発信し続けました。そしてマトリックスアフィレートみたいなのに引っかかりましたけども、引っかかったけども、それでもね、いやこれ、ここで負けていたらダメだと。少しでも取り戻すぞという形で、マトリックスアフィレートで 騙された人を集めて、そっか塾にぶち込むと、そして一緒に稼いでいこうと、新しいムーブメントを起こしました。ね。もうとにかくね、転んで起きなければ嘘ですよ。ビジネスは戦場ですからね。そう思うと、マトリックス・アフィードにまんまとやられてしまった私もですね、後ろから銃でズドンと撃たれたようなもんですけども、まあそんなかすり傷でね、くじけるわけにはいかない。まあお金は戻ってきた方がいいような気がするけど、まあでもそんなことをね、こだわってるよりも、 前向きに新しい稼ぎを作りに行った方が得かなと思ったら得でした、やっぱり。うん、もう振り返ってる暇はないですよ。落としたお金を嘆いてる暇はない。もう常に前に行ってですね。うん、なくす前の2倍、3倍稼げば長寿は合うだろうと。そしてどうやって稼ぐのか。まあ、ここに話が来るわけですけども、それはエホバの神の力を借りるわけではなくて、まさに自分が神。自分の力を発揮するんですよ。商品を作り、集客をして販売をする。商品を作るスキルを高めに行く。 集客するスキルを高めていく。販売するスキルを高めていく。まさに自分の力を上げていけば、偶然に左右されない自分の力がマーケットに響くわけですよね。そう。いきなり2000万3000万売上げを立てた方は不安になります。これ本当に一過性のもんじゃないだろうか。本当に稼ぎ続けることができるだろうか。ドカーンと稼いだら不安なんですよ。私はドカーンっていうのはそこそこドカーンでしたけども、 でもね初月80万2ヶ月目ぐらいからだいたい100万前後それをずっと安定して出してそして徐々に上がって200万前後みたいな流れができてその売り上げを維持しながら徐々に投資の方に移行していって投資の利回り配当を毎月同じぐらい出すように調整してきて今はビジネスをゆっくりと脱ぎ捨てていって今に至るわけなんですよねだからいきなりくらしたわけじゃないんですよ まあそういうふうに、私なりに慎重に進めてきた結果、今に至るかなというってこところでございます。でもね、本当おかげさまで、たった8年と言ってもいいかなと思います。私がサラリーマンを7年やってましたけども、毎日同じで景色がかかることはほとんどありませんでした。まあ店舗の移動があったぐらいでね。うん。でも、やることは基本的に一緒だったんですよ。それも、なかなかいい安定模様だったんですけども、私は今ね、こうやって情報発信ビジネスをする中で、本当に良かったなと思うのは、 お金が集まるのもそうなんですけども自由な時間もありがたいんですけどもそこに出会う人ですよねやっぱりねそこで関わる人たちと久保さんの人柄に惹かれて入塾しましたうん稼ぎとかも気になるんだけどもやっぱりなんかこの人いいなと思って、えー、入塾しましたみたいにね23日前のライブ放送でも参加者の方に皆さんに言われてですねいやこれが私の宝だったんだなと皆さんありがとうって気持ちになりました不思議ですよね 金が欲しくてビジネスを始めたのに多くのね熟成さんいわばお客様に本当に救われてきたなと世のため人のため提供と感謝でビジネスを成り立たせたつもりだったのに提供と感謝をいただいたのは私の方だったかなと思ってこれからもね恩返し発信を続けていこうかと思いますその中で「マトリックス、えー、億万中大合宿」というシリーズが始まりましてね新たな気持ちでこれから 進んででいいここううかなというところでございますじゃあねこのマトリックスは実際にどうやったら騙されちゃうのかどうやって騙しを回避しながら稼いでいくのかそんな話を1000話にわたってできればいいかなと思ってますね、うん、詐欺師は多いですからねで図らずも人に迷惑をかけちゃう紹介者になることもあります、まあ、ですので私はこう思います自分で考えて自分で決めて自分で入金すること自己完結ですよね あの人が言ったからここに書いてあるから裏付けがあるからこれ全部当てになりませんそんなことでね答えが見えたらむちゃくちゃ簡単ですことは情報化社会です本当だった情報もたった1秒で覆されることがあるんですよそれは誰も嘘をついてないのに結果的にそうならなかったというね価値観の変化がいきなり起きる時代でもありますんでねそういうのも覚悟しながらリスクエッチをしていきましょう ということで、今回の動画は以上です億万長者合宿マトリックス行ってみよう